ISP って何 ISP っていうのはインターネットそのものを提供している会社になります。よく単にプロバイダーと略して呼ばれています。どのようなイメージかというと水道局みたいなイメージになります。大元の水があって家庭で水使いたいなってなったら水道局と契約して使えるようにするみたいに大元のインターネットがあって。 家でネットを使いたいなってなったら、プロバイダー会社と契約して使えるようにするっていうわけですね。例えば、こんな感じ。大元のネットがあって、そのネットを管理している ISP、プロバイダーがあります。あ、お家で使いたいなとか、学校、会社でちょっとネットを使いたいなってなったら、プロバイダー会社と契約を結んで使えるようにするわけです。会社ごとに料金ですとか、通信の速度とか、いろいろ違いがあるので、 目的に合わせて会社を選ぶわけですね。